好きな道具を持って好きな料理を好きなように作って食べるソロキャンプ。好きなものに囲まれているって最高の時間ですよね。今回はソニーさんにお借りしたグラスサウンドスピーカー LSPX-S3 と一緒にキャンプをしてきました。こんにちは、リノです。キャンプに求めるものっていろいろありますよね。私は焚き火を眺める時間だったり、旬の食材で作るおいしい料理だったり、季節を感じる自然の風景だったりします。好きな音楽が欠かせないって人も多いですよね。私も音楽が大好きです。音楽がなかったら私の人生は全然違うものになっていたかもしれないというくらい、音楽に日々力をもらってきました。誰でもありますよね。好きな歌や曲に元気を分けてもらったり、やる気を出させてもらったり。人間が発明したものの中で一番すごいものは、お金でも電気でもなく音楽だと思っています。今日のキャンプはソニーさんにお借りしたグラスサウンドスピーカーで音楽を聴きながら焚き火で料理をしたいと思います。音楽があるだけでその場の空気が変わりますよね。キャンプの一番の楽しみは焚き火。焚き火をするためにキャンプをしていると言っても過言ではありません。焚き火の炎の温かさとゆらゆらと揺れる姿を眺めているのが好きです。火種からだんだんと大きな炎に育てていくのも楽しいんですよね。炎をずっと眺めていても飽きないのは F 分の1の揺らぎがあるからだと言われています。 F 分の1の揺らぎとは、規則性はあるけれど予測できない変化のこと。炎の光に見入っていると、いろいろな形に変化しているのがわかります。その形の移り変わりがダイナミックで、いつも私は焚き火の炎に魅了されています。このグラスサウンドスピーカーは、スピーカーとしての機能と照明としての機能を持ち合わせています。光のモードをキャンドルライトモードに変えたり、音楽とシンクロさせたりすることができるので、夜になると焚き火の炎の F 分の1の揺らぎのように、暖かく柔らかく光って、さらに魅力が増します。この後、夜のキャンプでの使用シーンや家の中で音楽も聴きますので、ぜひ最後までご覧くださいね。今日のステーキは牛もも肉のランプです。最近はスーパーでもランプやイチボやミスジなどの希少部位が安く流通しているので、キャンプの前に見つけると嬉しくてつい買ってしまいます。香ばしい焼き目もついて最高に美味しそう。味付けはシンプルに塩コショウで。私は料理の味付けはいつもシンプルにしています。その方が素材そのものの味がよくわかるし、料理も美味しく感じます。シンプルイズベストですよね。キャンプも人の暮らしをシンプルにする遊びなのかもしれません。キャンプで原始的なことをすると初心に帰れるような気がします。火を起こして料理をして、屋根を作ってそこで寝る。ただそれだけなのに、心がリセットされて気持ちがいい。キャンプに出会えてよかったなと心の底から思います。
日も暮れて空も暗くなってきました。グラスサウンドスピーカーはキャンドルランタンのような雰囲気。ブルートゥーススピーカーとランタンが一体型になったデザインです。ガラス管の部分がスピーカーになっているのもロマンチックでとてもかっこいい。3層構造のスピーカーで重低音から高音まで360度方向に迫力ある音が出ます。本体の下部分に電源スイッチがあり、隣にハンズフリーで通話できる通話ボタン、 USB-C の差し込み口とボリュームのボタンが並んで配置されています。その上にあるのがタッチセンサー。ライトのオンオフと光の強さの調整、2秒長押しすることでキャンドルライトモードに切り替えられます。ミュージックセンターのアプリを使って光の調整など設定することもできます。光が揺らぐキャンドルモードも強、中、弱の3段階あり、音楽と連動して光が揺らぐ音楽連動モードもあるので、気分に合わせて光を変えることができます。焚き火のようにゆらゆらと暖色の光が揺らぐので、光に照らされた空間全体が心地いいです。コーヒー豆をひいてコーヒーを入れる、ただそれだけなのに特別感があるのは、夜空の下で風に吹かれているのと揺らいだ光の演出があるから。今夜のコーヒーは特別に美味しいコーヒーになりそうです。テーブルを照らす光が強くなったり弱くなったり、揺らいだ光と音楽がグラスサウンドスピーカーを中心に360度広がるから、机の上や部屋の真ん中に置いておくと空間をロマンチックに変えてくれます。かぼちゃとオクラの温野菜とステーキ、いただきます。ランプのステーキは柔らかくて、スッとナイフを入れただけでも美味しいのがわかります。実はソニーのグラスサウンドスピーカーは一番最初に LSPX-S1 が出た時から憧れていました。今回ご縁があって LSPX-S3 をお借りすることができました。コンパクトで持ち運びができるし、バッテリーも8時間持つから、キャンプなどのアウトドアでもしっかり使えるギアの一つになりそうです。この商品はソニーのアプリミュージックセンターと連動することで、光の明るさや光り方を変更できたり、音の設定も変えられます。電話とペアリングすることでハンズフリーで通話することもできるようになりました。ミュージックセンターのアプリで設定してみましょう。イルミネーションからモードを選択、キャンドルライトモードを選びます。揺らぎ方を音楽連動にすれば、音楽に合わせて明かりが揺れ動いてくれます。まるで生きているようで、ホタルみたいです。この後家に帰って、実際のスピーカーから出る音を撮影録音しました。ぜひ聞いてみてください。Of being broken, thinking love is just a waste of time. The higher that I'm hoping, the quicker that I fall. And I guess I want it to be easy, but it's never ever easy.